バートビル・ドゥンゲンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、バルデック・フランケンベルク軍の躍党が輸出する、就任帝の温泉を有する小都市である。バートビル・ドゥンゲンは、ヘラーバルトの死脈、いわゆるフェリエンラント・バルデックに位置している。ホムベルクの東に広がる、この町を、ビルデ川が流れ、ベーガ宿郊外でエーダー川に注ぐ。ベーガ宿とマンデルン宿は、エーダー川沿いに位置している。 エーダー川の上流は、エーダー湖を形成しているが、そのダムは、バートビルドゥンゲンの中核部から北西に、約10キロメートルにある。南西の地区であるフンツドルフ、アルンスフェルト、ベルクフライハイトには、ウルフ川が流れている。近隣の大都市には、カッセル、マールブルク、コルバッハがある。バートビルドゥンゲンは、北は、エーダータール、東は、フリッツラー、南東は、 バート・ツベステン、南はハイナ、西はフランケナウと境を接している。バート・ビルドゥンゲンは同盟の中核縮のほか、アルベルツハウゼン、アルト・ビルドゥンゲン、アルンスフェルト、バート・ラインハルツハウゼン、ベルク・フライハイト、ブラウナウ、フレーバースハウゼン、ヒュッティンゲン、フンツドルフ、マンデルン、オーダースハウゼン、ライゼンハーゲン、ベーガの核縮からなる。 1655年に出版されたマテウス・メイリアンの同版画に描かれたビルドゥンエンこの街の最初の記述は800年頃のヘルスフェルト修道院の所領大長ブレビリム・ソンク・ティラリーに B 社ワイルドン軍として記されたものである。この集落は現在の都市の東にあるビルダ川の谷に位置していた。1200年頃に ルードビング家のツイゲンハインハクフリードリヒによって城が築かれた。彼はツイゲンハインハクゴズマーサンセイの女子相続人、ルカルディスト1185年に結婚したことにより、1186年にビルドゥンゲンハクとなっていた。彼によって創設されたビルドゥンゲンハク家は、しかし早くも1247年にその女子、相続人ゾフィアが亡くなり、断絶した。 この城の近くにあるとイコールビル集落が形成された。1242年に城と向かい合う丘に築かれたニーダービルドゥンゲンに都市圏は授けられた。1358年には2つのビルドゥンゲン市が記録されている。城と2つの町は、ヘッセンホーハインリヒ一世とバルデックハクとの両方境界に位置することから、 中林園ヘッセン継承戦争に伴って締結された協定によって1263年からバルデック博の所有となった。これは第一次世界大戦後になって解消された。1474年から1692年までバルデック家の分割相続によってバルデックビルトゥン園博が設けられていたが、 1692年にバルアイゼンベルク家の一部と共に再統合された。1906年、ニーダービルドゥンゲン氏はヨーロッパクラスの薬党の町としてバートビルドゥンゲンと改名した。1940年にはプロイセ認定温泉の肩書きがバートビルドゥンゲンに与えられた。第二次世界大戦後はヘッセン州認定の温泉とされている。魔女狩り運動の時代。 バート・ビルドゥンゲンでは78人がその犠牲となった。当時ビルドゥンゲンの人口は1200人であった。この運動には3回の波があった。1532年、1629年から1631年、1650年から1664年である。隣接するアルト・ビルドゥンゲン、ライゼンハーゲン、ラインハルスハウゼンは1940年に合併した。 市町村再編に伴って、1971年に、アルベルツハウゼン、アルンスフェルト、ベルクフライハイト、ブラウナウ、フレーバースハウゼン、ヒュッティンゲン、フンツドルフ、マンデルン、オーダースハウゼン、ベーガが合併した。2008年9月23日、この町は、連邦政府から、オートデア・フィールファルトという肩書きを与えられた。 バート・ビルドゥンゲンの市議会は37議席からなる。2018年の市長選挙でスピードのラルフ・グート・ハイルが新たなバート・ビルドゥンゲン市長に選ばれた。彼は2018年9月1日から執務している。ベルク・フライハイト地区の旧鉱山監督局博物館、ベルク・フライハイト地区にある白雪姫の家2006年に第3回ヘッセン州ガーデン賞が バートビルドゥン園で開催された。広さ18ヘクタールの市街地に近い場所に作られた公園は2007年以降、ヘッセン州で最も美しい公園として親しまれている。バートビルドゥン園では毎週、ラントマーケットという市が立つ。毎年7月中旬には、ガラクタと家畜の市、12月には、クリスマスマーケットが開催される。9月の初めには、フェスト、 デアベゲーグヌングがあるが、そのクライマックスには、サンバフェスティバルと、花のパレードが1年ごと交代で行われている。2004年から春に、ビリヤードのドイツジュニアチャンピオン大会が、バート・ビルデュンゲンで開催され、秋には成人のドイツチャンピオン大会が開催される。生土曜日にベルク・フライハイト地区では、20時ろに、子供の体は行列によって復活祭の日が点火され、 小さな音楽祭が開催される。復活祭の日曜日は10時30分頃からのベルクマンス教会での復活祭の礼拝と調査んで始まる。14時頃に伝統的なスプーンレースが村の教会で始まる。村のシンボルである白雪姫がその勝利者を称える。フリードリヒシュタイン城、バート・ビルドゥンゲンの高台にバロック城間、フリードリヒシュタイン城がある。 この城は1660年に吉安に清白によって計画され、1707年から1714年までの間にバルデック公フリードリヒ・アントン・ウルリヒによって完成された。コンラート・フォンゼストの最壇級市街の中心にプロテスタントの市教会がある。この教会は14世紀の後期ゴシック様式のホール式教会である。この教会以内には、 コンラート・フォンゼストの祭壇がある。市街地中心部、ブルンネン・アレー沿いには、創設期からの古い邸宅が数多く立ち並ぶ。ビルドゥンゲンの祭壇は1403年、または1404年にビルドゥンゲンの教区協会のためにコンラート・フォンゼストによって制作された、観音開きの祭壇である。この祭壇は、後期ゴシックの最も重要な祭壇の一つであり、この ベストファーレンの巨匠の比類ない作品である。この祭壇はバイヒエンシュティールのあらゆる特徴を示している。人物像は軽く動きのある姿勢で描かれ、高価な衣装はブルグンと宮廷の装束を思わせる。顕著なのは色彩のコントラスト、輝く金色と深い青色などである。この祭壇は三の体であり、大きな中央部と小さな両翼からなっている。ここには、 キリストの生涯から13の場面が描かれている。4つが幼少期、4つが受難の物語、4つが復活最後の出来事である。中央は感銘深いカルバリの丘での卓形の場面で、4つの小さな絵に囲まれている。祭壇は開くと幅6メートルの大きさがある。フィルステンホーフ1910年頃に高級ホテルとして建てられたフィルステンホーフは、 ネオバロック様式の堂々たる上官風の建築で、現在はアスクレピオスグループの病院として使われている。ヨーロッパ最大のクアパーク1990年代末に、バート・ビルドゥンゲンのクアパークは、自然に密着したグリューネブリュッケによって隣接するクアパーク・ラインハルスハウゼンと結ばれ、広さ50ヘクタールのヨーロッパ最大のクアパークとなった。公園内には遊歩道のほか ジョギングコースや心臓血管系障害患者のためのテレイーイコールクーアベーゲがある。この公園は2009年からヨーロッパ定営遺産ネットワークに参加している。州ーガーデン賞200 2006-2006年にさらに18ヘクタールの風景公園が、その当たんフリードリヒスタイン城のふもとにはケーニヒスクベレパークがある。旧ガーデン城の公園の西は、 イギリス式庭園の様式で作られた歴史的なゲオルクビクトールクベレのクアパークに接する。ガーデンショーは2006年10月3日に閉幕した。この公園建設費は予算をわずかに下回った。ガーデンショーには43万6千人が訪れ、延べ24万3千日相当のチケットが販売された。その後、10月初めに閉幕したガーデンショー会場から花が除去された。 この地域は現在、草地の公園となっている。バート・ビルドゥン・園彫刻の継修、ガーデンショーの期間に、楽園の同行者をテーマに、彫刻の小道が作られた。シュロスクベレ付近を起点として、フリードリヒ・シュタイン城に至るシュロスベレ、作品の制作者は、検証金付きの公開コンペにかけられ、審査委員会によって選出された。素材としては、ボリマー木材の使用まで許された。 このプロジェクトは、連邦芸術家協会のヘッセン州協会、EV によって主導され、その組織にも、全権を負った。ハローの森ヘレーネンタールと、ゾンダーグラーベンは1986年に、保護自然文化財に指定された。ヘレーネンタールの周辺、オーダースハウゼンには、見応えのある滝もある。さらに、オーダースハウゼン近郊の森、イエーガースブルクの近くに、 三本の古いジュンテルブーヒエがある。ライセンハーゲンの近くには、ビル・シュタイン・クリッペへの登山路が通っている。ビル・ジュンゲンの故郷の山とも言うべき、海抜518メートルのホムベルクからは周囲を見渡すことができる。アルベルツハウゼン近郊のダス・パラディースは、ゲラースハウゼン及びクライネルン方面に広がる森である。ドイツで最も美しい三つの遊歩道の一つに、 数えられる全長 156km のケラーバルトシュタイクが市内を通っている。アルベルツハウゼンのかつて放牧地として使われていた森、ハローにはブナの古木の森がある。バート・ビルドゥンゲンには2つのスポーツクラブがある。VFL ・バート・ビルドゥンゲンと TV ・フリー・ドリヒシュタインである。主要種目であるサッカーとハンドボールに関しては、両クラブで共通のチームが作られている。 サッカーの SG バート・ビルドゥンゲン、フリードリヒシュタイン、ハンドボールの HSG バート・ビルドゥンゲン、フリードリヒシュタイン、ベルクハイムである。HSG バート・ビルドゥンゲン、フリードリヒシュタイン、ベルクハイムの女子第一チームは2011年夏からブンデスリーが一部でプレーしており、この地方のスポーツの看板的存在となっている。ビルドゥンゲンのハンドボール関係者の注目は、 若手の育成である。2005年に設けられたハンドボール指導センターでは才能ある選手の強化が図られている。バルデックの名物料理はセッパーリンゲと呼ばれるジャガイモを使ったパンケーキである。この料理はバーとビルデンゲンでは伝統的にベーコン、玉ねぎ、濃いコーヒーと共に出される。北ヘッセンのほぼ全域がそうであるようにアーレ・ボルシュとはビルドンゲンでも 郷土料理である。ベルクフライハイトの白雪姫と七人の小人の像。この町の主な経済分野は温泉、観光業である。白雪姫と七人の小人の里であるベルクフライハイトを擁するバートビルドゥンゲンはドイツメルヘン街道の一部となっている。バートビルドゥンゲンは教育の町でもある。木材専門学校とバートビルドゥンゲンはカッセルや バーベルンからローカル列車で2時間で到着する。この列車はバートビルドゥンゲン駅が終着駅である。500系統のバスを使うとカッセルからバートビルドゥンゲンまで約1時間20分で到着する。2000年からバートビルドゥンゲンには市バスのシステムが整備された。連邦道 B485 号線と B253 号線が市内を通っており、 後者は、連邦アウトバーン A49 号線に接続する。この地方の日刊市は、バルデッキシェ・ランデス・ザイトゥングとヘッシシュニーダー・ゼクジッシェ・アルゲマイネの地方版である、バルデッキシェ・アルゲマイネがある。ビルデュンゲンは、鉄分、マグネシウム、炭酸を含んだ光線が流出する薬糖の町である。薬糖は、その含有成分や用途によって分類されている。ヘレーネンクベレ、 ゲオルク・ビクトール・クベレ、ラインハルツ・クベレ、ナツ・ウルクベレが、バート・ビルドゥンゲンの最もよく知られた源泉で、現在では、瓶詰めされ、発送されている。古典的な陰泉は、時代とともに、医療上のリハビリテーションに変遷していった。現在、約20の病院があり、その診療科は、整形外科、精神身体医学、内科、リウマチ科、神経科、眼領域、 肥尿期間に及ぶ。また、老人ホーム、老人向け住宅、老人用も施設もある。フィットネス、ウェルネス、美容の分野も、その重要性を増している。2006年の来客者数は、約11万人で、延べ、約140万泊滞在している。これにより、バートビル・ドゥンゲンは、ヘッセン州で、宿泊客の多さでは、フランクフルトアムマインに次いで、 第2位の都市となっている。バート・ビルドゥンゲンには数校の基礎家庭学校、学習補助学校1校、本家庭、実家学校1校、グスタフ・シュトレーゼマン・ギムナジウムがある。ハンス・フィースマン・シューレでは、職業教育を行っている。もう一つの職業教育施設が、バート・ビルドゥンゲン木材専門学校である。この学校は、木材業の職業学校、専門学校、 技術学校であり、家具製作のための連邦専門学校でもある。これに加えて、数多くの職業認定技術者がいる。ありがとうございます。